大久保ネバーランドの動画をご視聴いただいてありがとうございます。篠原明人です。本日目安箱ですね。もうだいぶね飽きてきたんだけど、この目安箱動画。いやです、なんかな、もうちょっと楽しい話題がないのかっていう、まあ大事だと思うけどね、この、いろいろ疑問に思うことが解決できるっていうのも、まあ、解決になってんのかわかんないけど、まあ何かしらの参考になればいいかなとは思ってるけど、もう、ちょっと飽きてきてる。まあでもね、ちゃんとやりますよ。やるよ、そりゃ。じゃあ行ってみましょう、本日の目安箱。表に出たら病気になるって本当。本当だったかな。表に出たら病気になるっていうのは、まあうちの中で結構昔から言われてたことで、表にこう出れば出るほど病んでいく、病気になるっていうのがまあ昔から言われてるんすね。で、まあ今でも言ってるやつがいるんだろうな。で、これまあ昔からもうずっと言われてんだけど、本当でした。で、まあ、本当でしたっつっても、まあ、そもそも病気になるっていうのがどういう病気なのかっていうとこなんだけど、まあ精神的にかな、精神的に病んでいくっていうのが多分一番でかいかな。まあ何かしらこう身体症状として出る場合もあるにはあるけど、基本的にはその精神から来るものだと思われる。で、まあ、なんで、じゃあ病気になる、病気になるのか、なんで病んでいくのかっていうのも、もうこれはちゃんと分かってて、で、まあ、今までのね、その過去の状況的に、こう、表に出るっていうのは、もうそれだけでなかなかのストレスなんですよね。こう、まあ、こう表に出てたら、いろいろ、こう、社会生活に、こう、参加していかなきゃいけないというか、何かしらの人間関係があったりとか、こう、表でやらなきゃいけないことがあったりとか、あと一応ね、もうこの体の生活が基準ですから、それぞれやりたいことがあるけど、それもままならんっていうことも、まあ、いっぱいあったわけで、まあ単純にストレスが多い環境だったと思われます。まあ例えば俺で言ったら、まあ俺表にね、本当に長いこと長時間出まくってきたんですけど、まあ最初の頃はうつ症状とかパニック発作とか、何のこっちゃわからんっていう感じで、まあずっとね、学生時代とかずっと過ごしてきたんだけど、25、6ぐらいからかな、うつ症状とかパニック発作っていうのを初めて体験して、クソビビるっていう。まあ、たくさん表に出てる中で、それなりにこうね、揉まれてくる中で蓄積したダメージが、まあ最終的にうつ症状とかとして出るようにはなったかな。まあ、G とかに比べればね、全然、なんてことないレベルだと思うんだけど。まあ、あとね、これ、まあ、DID の人、誰にでも当てはまるかはわかんない。まあ、少なくともうちの場合はなんだけど、
思っては刺激が多い。それだけでしんどいっていう人が結構多いっすね。うちの場合だと。刺激って何のことかって言ったら、今ね、カメラが音拾ってるかわかんないけど、多分拾ってはないと思うけど、外のね、車が走る音だとか、なんかこう、トラックが右へ曲がりますとか言ってるような音だとか、あと、2階でちょっとバタバタ足音がしてたりとか、2階、上の階でバタバタと足音がしてたりとか、そういう普通に生活してる中で聞こえてくる環境音っていうやつっすよね。あと、今パソコンつけてるから、パソコンの中身が頑張ってる音、ウィーンみたいな。ね、洗濯機回してたら洗濯機の音、掃除してたら掃除機の音、いろんな音に溢れてるんだよね。で、中には、うちの場合は、その電化製品の類っていうのが中にはないから、これって表独特の音というか、表にしかない音なんですね。もちろん中に車もないし、クラクションの音もサイレンの音も、中にで聞くことってのないんですよね。とか、匂いもそうだよね。食べ物の匂い、季節の花の匂い、その他、排水口の匂い、なんやかんやの匂い。とか、あと、光とかもそうかな。いろんな色があるっていう。中も色はいろいろあるけど、ある程度似たような材質だったりとか、光の強さとかもね、パソコンの画面に向かってると、案外強い光をこう 見てるとか、そういうのって普通生活しててそんなに気にするもんでもないんだけど、中での生活の方がベースになってるような人たちにとっては、表出てきた時のそういう刺激、新しい刺激って強いんですよね。で、刺激が強すぎるっていうことで、単純に疲れやすい。で、疲れてしんどくなるっていうことが多いっていうのもあって、表に出ると調子を崩しがちっていう人もいるかな。あとは、これは DID 特有かもしんないものとしては、この表で使うこの体と、中で使ってる自分の、各人格が使ってる自分の体っていうののギャップがでかすぎてしんどいっていうのもあるね。やっぱ人によってはこの身長とかもね、このボディが150、縮んでなければ157センチなんですけど、子供人格にとっては、ありえないぐらい背が、高い視点だし、逆に身長180近くある、男連中中でもね、背の高い人とかからしたら、めっちゃちっちゃいみたいな。自分のサイズ感がすごい気持ち悪い感じっていうのがあったりするんですね。俺も最初は、歩きにくさとか、階段降りるのがめっちゃ怖かった。足元の不安定さというか、体をうまく動かせない感じ。やっぱそういうのが、しんどさというか、動きづらさ。それも要するにストレスになるっていうのもあって。で、今までね、表に、そこそこまとまった時間で出た人、俺もだし、チーとかミツバとか、シズ
とか、まあ、EG はあれをどうカウントしたらいいのかわからんけど、あと、まあ、リーダー勢とかもっすかね、ある程度まとまった期間表に出てた人たちっていうのは、まあ、片っ端から病んでいってるのは事実。そこはもう、間違いないな。まあ、ただ、今でも表に出るイコール病んでいくって言えるかっつったら、わからんね。まあ、過去のストレスのやっぱ大きな原因っていうのは環境的な部分というか、まあ、表での振る舞いに気をつけなきゃいけなかったりとか、覚えてない、わからないことを、わかんなくて困ってるっていうふうに言えないっていう、状況だったりとか、っていうのが、まあ、多かったから、今それがないんだよね、基本的には。わかんなかったらもう、教えてっつって。どうしたらいいっつって聞けるし、基本的に知欲のふりとか、まあ、他の人格のふりをする必要も、ないし、しんどいのに無理して頑張んなきゃいけない状況っていうのも基本的にない。しんどかったら休もうぜっていう感じでやってるから。どっちかっつうと、心を病まない、生活をするように心がけれてるとは思うんですよね。ただ表に出た時の周りの刺激の強さだったりとか、自己イメージとのギャップというか、表の体とのミスマッチ具合とかっていうところのしんどさはまあ、どうしてもあるのはあるけど、それがどこまで、病気というか、まあ、症状とかとして出てくるかはまあ、やってみないと、過ごしてみないとわかんないっすね。まあ、中の人って一括りに言っても、もうそれぞれバラバラに何がしんどいとか、どういう時に調子が悪いとか、まあ、調子悪いってどんな風にしんどいのかとかっていうのも、まあ、違うわけだから まあ、その辺はね、いついつこういうふうに調子悪かったとか、まあ、なんかこういうことがしんどいとかっていう情報はね、できるだけ共有するようにして、最近ちょっとしんどさ、病んできてないかなっていう、まあ、病んできてるようだったら、ちょっと刺激を抑えるようにとかっていう調整をかける必要もあるし、病まないように手を打つためにも、病まずに済むように。しんどかったとか、逆にこういう時はしんどさ感じないとか、まあ、どういうことがしんどいとか、どんどん 記録共有していきましょう。はい、というわけで、本日の目安箱、表に出たら病気になるって本当については、まあ過去そうだと言われてきたけど、今はどうかわからん。わからんけど、まあ、できるだけ病みたくないから、できるだけ病んでほしくないから、病まずに済むようにしっかり話をしていきましょう。ということで、本日の動画はここまで。お疲れ様でした。